夏へのトンネル、さよならの出口は、八木メイの SF ライトノベルを、田口智久がアニメ映画化した作品。2023年は、フランス、アヌシー国際アニメーション映画祭で、ポール、フリモー賞を受賞しました。今回は、本作を2020年前後の視点で、2000年を振り返った作品として扱います。というのも、本作は、時間をテーマに扱った SF で、2000年、2005年、2013年を2020年代から振り返るからです。すでに、このアカウントでは、中国、マンチャンダジージエ、トルコ舞台、アフターサン、韓国、怪物、日本、黄色い家、米国、ベター、コール、ソウルと2000年前後を振り返る作品を取り上げましたが、実は同じ時代です。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが、2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは、作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。まず、あらすじを紹介します。舞台は2005年、愛媛県の田舎町をイメージした高崎、主人公の高校生、遠野薫は家族の危機から浮かない日常を過ごしています。5年前の2000年に、自分が冷たくあしらった妹が一人で遊んでいる際に木から落ちて亡くなりました。このことにより母親は家を出て行き、父も酒を飲んで自分に暴力を振るうようになります。そんなある日、電車の中で噂を耳にします。浦島トンネルって知ってる？そこに入れば欲しいものが何でも手に入るんだけど、その代わりに年を取っちゃうの。父親に暴力を振るわれた夜、たまたま遠野薫が線路から外れた山道を降りていくと、そこには謎めいた洞窟があります。これが浦島トンネルで、遠野薫はここから亡くした妹のカレンを取り戻すことを思いつきます。遠野薫を軸に、物語にはもう一つ重要な存在がいます。東京からの転校生の花城杏子です。この物語は登場人物が決して多くないため、ヒロインであることも序盤からわかります。花城杏子は、つっけんどんな性格で、同じクラスの友達が仲良くしようとしても拒絶しています。ついにはからかいに来た女子生徒が読んでいる漫画を床に落とすと、いきなり顔を殴ります。実は、アンズにとって、この漫画は大切なもの。泣き祖父が唯一連載して、単行本化した漫画だったのです。アンズも、家族とはうまくいっていませんが、その理由も、両親は、漫画家として活躍できなかった祖父を好いていなかったのに、娘のアンズまで漫画家になりたいと言い出したからです。このあたりの経緯はかなり謎ですが、どうやら両親は反省を促すために、アンズに田舎での一人暮らしをさせているようです。このアンズも、夜にカオルの後をつけて、浦島トンネルの存在を知ります。カオルは亡くした妹カレンを取り戻そうとしますが、アンズは漫画家としての才能を欲し、トンネルに向かうといった話になっています。恋愛映画なのでオチを言ってしまうと、トンネルの内部は、外よりも重力ポテンシャルが低いのか、時間の流れが遅くなります。なので、浦島トンネル、二人はこうしたトンネルの機能を調べるうちに仲良くなりますが、結局カオルは一人でトンネルの奥に向かいます。このトンネルは未来に、欲しいものが何でも手に入るのではなく、過去に失ったものが手に入るからです。カオルは失った妹との時間を取り戻せますが、アンズは才能を失ったわけではないので、新たに得ることはできません。しかし、カオルのことをすでに好きになったアンズは、トンネルの外で待ちます。定期的にガラケーでメッセージをカオルに送りながら、漫画の才能は確かにあり、8年後の2013年には何作か連載もしていました。一方、トンネルの中では、カオルは2000年に亡くなったはずの妹と再会します。しかし、それと同時に外からは届かないはずのアンズのメッセージが届きます。ここで、主人公は選択を迫られます。このまま、トンネルの中で、2000年の妹との日常にまどろむか、すでに何年か進んでしまったであろう、未来2013年のアンズの下に戻るか、選択をすることになります。まず、本題からはずれますが、花城杏子はなんでそんなに漫画の才能が欲しかったかというと、祖父の失敗もありますが、性格に由来する高すぎる自尊心からか、自分の作品を全く周りの人間に見せず、創作に行き詰まっていると感じていたからです。自分一人で悩んでいるので、作品の水準もわかりませんし、改善がなされません。例えば、ライトノベルの先駆けとなった荒井素子は、都立井草高校に在学中に投稿した小説が、雑誌、奇想天外1978年2月号で、星新一に賞賛されて、第1回奇想天外 SF 新人賞を受賞しました。しかし、他の審査員は、文体があまりに女子高生だったため、難色を示していました。ただし、星が評価したのは、その文体。荒井は、書いたものを次から次へと友人に見せて、
独自の文体を築いたものでした。こうした例は様々な業界で観測できます。例えば、一見、漫画や小説とはかけ離れたプログラミングの世界でも、書くから書けるようになるというのは存在します。Y コンビネーターのポール、グレアム、ハッカーと画家は、そういった趣旨です。アンズは、仲良くなったカオルに自分の漫画を見せたことによって、漫画家としての一歩をついに踏み出すことになったわけです。さて、先述の通り、カオルは、浦島トンネルの中で、2000年の妹との日常にまどろむか、すでに何年か進んでしまったであろう、未来2013年のアンズの下に戻るか、選択をすることになります。映画では、カオルは未来2013年のアンズを選び、まどろんでいた日常や過去を選ばなかったように見えます。しかし、実はカオルの選択は、どちらも同じような価値をはらんでいます。未来2013年のアンズを選択したのも、何か時間的な成長ある未来を思考したのではなく、あくまでも2005年に気づいたアンズとの過去の日常を取り戻すためです。過去でまどろんでいた妹との日常と全く同一線上の価値観を有するものになっています。もちろん、これはカオルが児童虐待を受けており、死の匂いの強い青年という個人の資質とも関係します。未来に向けた成長とは無縁で、あくまでも親しい人との日常を望んでいるわけです。さらに、本作を2020年前後の視点で2000年を振り返った作品として見た場合、興味深いパースペクティブを得ることができます。2000年を選ぶのも、2013年を選ぶのも、どちらも過去の日常で実は大きく変わらない。当然、背景には社会の長期停滞があります。例えば、同じ2000年を振り返る映画でも、中国、トルコを舞台にした作品では、2000年当時がエモく振り返られていました。これは、すでに作品表でも述べた通り、人口動態や経済成長の上でも黄金期を描いているからです。なので、それぞれ犯罪や死を扱っていますが、ユートピアものになっており、世界の時間は止まっています。一方、日本とアメリカの作品では、エモく描かれるのはいつかというと、現代です。黄色い家では、東村山へ君子に会いに行く場面。レター、コール、ソウルでは、ジミーの収監後です。なぜなら、2000年は、社会の停滞が鮮明で、主人公も犯罪の真っ只中。犯罪が次の犯罪を招き、徐々に身動きが取れなくなっていきます。演出からも、画面の色調でわかりますが、その身動きが取れなくなった個人が現代でも当時と変わらないところにドラマの力点を置いています。夏へのトンネル、さよならの出口も浦島トンネル内の色調を変え、亡くなった妹と会いに行くというのは過去へのノスタルジー。エモい描写になっていますが、2013年で待つ恋人との関係もエモ。さらには、そうした2000年や2005年と全く変わらない個人が2020年代のスクリーンを通して現れるところに、ドラマの力点があります。